僕の任務。現在こそ最も公正であり、沈まぬ者はいない。最後の寛永を急ぐことね。罪人は今にも幕を閉じるわ。皆さん、大成功です。世界を奇跡の虜に。これこそがディエとリネットのマジックショー。マジックの神髄は虚実の入れ替わり。中でも一番重要な感覚は見ること。大半の人は気づいていない。その目で真実を見つけることに期待しているの。事実、君の目に映るのは真実ではなく一種の演出だ。そして演出は人によって作られる。どうやって？おう、適した時間、正しい場所、そして巧妙な人選。その3つを知る者が全てを掌握する。けど目を研ぎ澄ませば君も勝者になれるかもね。結局のところ、マジックは目で見たものが全てなのさ。面白い。だがそれでしかない。役割をわきまえぬ魔術師が誰だろうと、舞台に上がれば役者だ。優れた役者は技を磨き、皆を釘付けにしなければ。だったら本物のサプライズを僕にくれるんだい？法廷での歓談は控えてもらいたい。審判はまだ終わっていない。